We are Uri. おはようございます。ウーリー竹下敦です。世界選手権ね、いくつかレース見てきたんですけど、どれか一つを、ベストレースだと、考えたときに、最も世界選手権としてね、このレースは素晴らしいというかね、1992年にアメリカで行われた、12分の1の世界選手権、これ最終的にトニー・ナイジンガ選手がね優勝するんですが、決勝のね第3ラウンドね、広坂正美選手とトニー・ナイジンガ選手がね素晴らしいバトルをするんです。1周目にね、広坂選手、TQ からスタートするんですが、1周目にねトニー・ナイジンガ選手がね広坂選手の、リアをプッシングして、広坂選手をね、要するに殺すわけですよ。ところがね、広坂選手もさすがですね、その直後にトニー・ナイジンガ選手をね、プッシングするんです。でね、これをねペナルティーかというと、あまりに高度すぎて、高度っていうのは高度なテクニックすぎてね、これジャッジがねペナルティーとは取れないですよね。その後、本当に素晴らしいバトルを繰り広げるんです。で7分ぐらいまで、7分の時点でトニー・ナイジンガ選手が、そうですね、要するにして1秒ほどですか、リードするんですが、残りの1周で残り30秒か、ね、広坂選手が、徐々に差を詰めまして、最後の最終ラップで、トニー・ナイジンガ選手を逆転するんですが、機会があったらね、ぜひこの、1992年の、12分の1世界選手権見ていただきたいと思います。レースというのは本当に素晴らしいものだと思います。友人であるスティーブ・レデッキー選手もねこの時ファイナリストになっております。今日おすすめするのはね、1992年、1992 F1 ワールドチャンピオンシップ、これぜひご覧になることをお勧めします。素晴らしい選手で、素晴らしいレースです。今日はね、世界選手権のレースのご紹介でした。ぜひご覧になってみてください。ウリ竹下敦でした。